んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、仕事好きの父親の悩みを解消するです。男性の皆さん、お仕事はお好きですか？会社で重要な仕事をしていたり、自分で事業を始めたりするときにはなかなか早く家に帰れませんよね。また休みの日にも何かが生じて仕事に出なければいけなかったりしますよね。お店の経営などをしていると子供と休みが合わず大事な行事に行けないということもあります。すると子供たちから白い目で見られたり、心が離れたりするようで辛いですね。最悪の場合、妻からも、あなたは家族よりも仕事の方が大事なの？と言われて辛い思いをすることがあるでしょう。でもあなたは家族のために働いているのですよね。もちろん家族がいなくてもその仕事をしているかもしれませんが、収入のほとんどを家族に与えているのに仕事の重要性を分かってもらえないのは辛いことです。この誘導瞑想はそういう人のためのものです。あなたが仕事に夢中になると家族の反発に遭う、そもそもの原因は実はあなたの中にあるんですよ。あなたが子供の時、お父さんのことをどう思っていたか覚えていますか？あなたはお父さんがちっとも自分と遊んでくれないと不満に思っていたはずです。もっとひどいのは、お父さんの存在そのものを無視していたかもしれません。つまりあなた自身、子供の頃はお父さんの働きで自分が養われていることが分からずに、遊んでくれなければ父親の存在価値はないと思っていたということです。そして大人になって自分が父親になると、家族は自分と仲良くしてくれず、働きすぎだと責めたり、白い目で見たり、そして無視するようになるんです。悲しいですね。ですからこれを直していきましょう。いつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思って聞いていてくださいね。大人の自分があなたに話しかけます。あなたは本当はお父さんに遊んで欲しかったんだよね。お父さんの膝で本を読んでもらったり、お父さんとキャッチボールしたりしたかったね。でもお父さんはちっとも遊んでくれないし、夜は遅くて顔も見ないし、休みにどこか連れてってくれるって言っても仕事に行っちゃったりしたよね。だからあなたはつまらなくて腹を立てて、だんだんとお父さんのことは無視するようになってしまったね。寂しかったんだよね。大人の自分はあなたの気持ちよくわかるよ。本当は大好きだったのに、僕のことはどうでもいいんだって思ってしまって反抗するようになってしまったね。大人の自分はそれで困っているよ。自分自身に子供ができて父親になった時にね、子供たちが自分に懐いてくれないんだよ。こんなに一生懸命家族のために働いても、帰った時に家で歓迎されていない。悲しいね。でもね、自分は家族をとても愛しているんだよ。だから一生懸命働いたお金を家族のために使って豊かにしてあげたいと思うんだよ。子供のための教育費も心配しなくていいほど稼いでいたいし、安心して暮らせる家を用意したいんだ。だから頑張っているんだよ。でもね、そうすると家族と一緒の時間は減るよね。だからこんなに家族のことを思っていても家族に十分愛してもらえないんだよ。悲しいね。だから
あなたも理解しなさい。あなたはお父さんに遊んでほしかったって恨んだり反抗したりしているけど、父親として最大の愛は仕事で頑張って家族を養うことなんだよ。家族に心配をかけずに安心させることなんだよ。だからお父さんに感謝しなさい。お父さんを信頼しなさい。遊んでくれないからって恨んでおいてお金だけもらおうなんて悲しすぎるよね。お父さんに謝りなさい。お父さんを傷つけていることに気がつきなさい。お父さんごめんなさい。お父さんが仕事で苦労して稼いだお金を家族を豊かにするために使ってくれることが家族への一番の愛だということを今まで気がつきませんでした。ごめんなさい。お父さん、今までありがとうございました。